みなさんこんにちはテレシザアナウンサーの北村花江です二人の子供とよく一緒に絵本を読むんですが今日は皆さんにこんな絵本をご紹介します吉永光沢作工学者出版給食番長という絵本です小学1年生クラスの番長は給食もろくに食べずにやりたい放題それを悲しんだ給食のおばちゃんたちはある行動に出ますそれでは 始まり始まり、うん、キンコンカンコンわんぱく小学校の給食の時間が始まりましたドクンバシャンおいしいシチューはおいらによこせ きゃあ、番長やめてよよっしゃ、みんな嫌いなものなんか残しちまってさっさと遊びに行くぜセイジ、早くマサオ、グズグズしてると置いてくぞわーい、待ってくださいよ、番長さんまさお、急ごうよえい、野菜嫌いだから、僕も残しちゃおうっと僕も じゃあ私も1年2組はいつも大騒ぎ入学以来まだ一度も給食をちゃんと食べていませんみんながお昼休みで遊びに行った頃給食室ではおばちゃんたちが肩を寄せて泣いていましたうふふ、1>, <laughs> 1年2組はまたこんなに残してるわ。 もうこれで「ヶ月ずっとですよ番長」って呼ばれている子がみんなをそそのかしているってその子をなんとかしなくちゃね次の日の給食の時間ついに起こった給食のおばちゃんたちは1年2組の教室に乗り込みました「こらあんたが番長だね!」。 ちゃんと座って食べなさい。ヒヒヒンイエーで言う。オイラ、牛乳もパンも大嫌い。番長は全然言うことを聞きません。待ちなさい。残したらもったいないでしょう。こんな給食なんて全部食べてやるもんか。一年二組は。 その日もたくさん給食を残しましたへへさて片付けも終わったし遊びに行こうっともう何を言ってもダメなのかしら給食のおばちゃんたちの目から大粒の涙が溢れ出しましたそしてその次の日 いつものように給食の時間がやってきましたでも給食室の前でみんなが騒いでいますなんだセイジ何があったんだ番長さんあれ見て給食のおばちゃんたちが家出しちゃったんだよ 給食のおばちゃんたちがいないと、みんなのお昼は抜きになってしまいます。ばーん。えー、番長が嫌いなものなんか残せなんて言うから、おばちゃんたち怒っちゃったじゃないか。番長どうするんだよ。謝ってきてよ番長。なんとかしてよ番長。番長。番長。番長番長 みんなが怒り出しました。でも番長は自信満々。<laughs> 大丈夫、任せておけって。給食くらいオイラたちだけで作ってみせら。行くぜマサオ。頑張る。せいじ、任せてください番長さん。高富<文>美、オッケー番長。 おばちゃんたちより美味しい給食作ってやるぜ。<laughs> セージ、今日の献立は？え、えー、っと、ビーフカレーとひじきのサラダですよし。しまそう。肉持ってこい。うわ、重いよ。番長。それ、セージ。魚で出しとるぞ。さすが番長さん。頭いい。 高酒文隠し味はアップルだよし来た番長うおートン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 番長は凄まじい勢いで一生懸命材料を切っていきますじゃりゃー612人分なんて朝飯前だぜじゃん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 具を入れろ 混ぜて、混ぜて、かき混ぜろー番長、かっこいいついに番長たちの給食が出来上がりました。みんなは飛び上がって大喜びです。さあ、召し上がれわーい、さすが番長、美味しそう ガガタタン、ガタンあれ,あれあれあれみんなが席を立ち始めましたどうしたってんだみんな番長はあっけにとられてしまいましたまずいまずいよこんな給食なんて全部食べられないよ。ああ ビエーン食べられないおいらたちみんなのために一生懸命作ったっていうのに下校時間を過ぎてあたりはすっかり暗くなってきましたこんなはずじゃなかったんだおいらの好きなものをたくさん入れたのに。 番長さんの包丁さばきは最高でしたよでも食べてもらえなきゃねねえ番長明日もやるの明日かおばちゃんたち帰ってこないかな日が暮れて大鍋食器をゴシ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 。 もう番長たちは今にも泣き出しそうですその時、ガチャリやっとわかったかいあその声はおばちゃんおばちゃんたちもみんなに残されると悲しいんだよ。 毎日一生懸命給食を作っているんだからそれにね給食に入っているのは元気に大きくなるのに必要な食べ物ばかりなんだよだからみんなが残すとおばちゃんたちは心配なのそうだったんだおばちゃん今までごめんよ本当にありがとう いいんだよいいんだよ。明日からはいっぱい食べて大きくおなり。おいら、早く大きくなっておばちゃんのおむこさんになるよ。まあ、番長たら。うふふふ。わっはははは夜の給食室に笑い声がこだましました。さて、次の日。 一年二組の机の上には、きれいに並んだ美味しそうな給食がいっぱい。ちゃんと座って、給食番長の合図に合わせて、おててを合わせて、みんな一緒にいただきます。はい、どうでしたか。 栄養満点の給食とそれを作ってくれる人のありががたたさが伝わる一冊でしたよねえこの「給食番長」という絵本は作者の吉永光沢さんが福岡県生まれということで本文の内容と同じ意味の博多弁バージョンも文章に記載されていてとっても面白い本なので是非読んでみてください。 そして次回はこの給食番長を静岡県の方言で朗読してみたいと思いますそちらもぜひご覧ください